どうもこんにちは、今回はですね北海道です。いわゆるですね充電式の北海道になるんですが、ユニジアさんからですねこちらの製品をご提供いただきましたのでご紹介したいなと思います。こちらはですね使い方はとても簡単になっていて、本体側面右側ですね、右側の方には電源スイッチがついてます。で本体左側にはですねプラスマイナスのボタンがついてます。で本体の上側にはですね USB のポートがついてます。一つは標準的な USB で、もう一つはですねタイプ C のポートとなってます。そして裏側なんですが、裏側に関してはね、特に何もありません。今時ですねストラップを使うっていうのも珍しいんですが、こんな感じでですねストラップ穴もついてます。ストラップはね、なんて言うんだろう、シリコン製なのかな、ちょっとゴムっぽい感じの質感になってます。おそらくシリコンでしょうね。でこの本体なんですが、おそらくね滑り止め加工ということで、結構ねマットな質感になってます。滑りにくいですね。でこれ正直ですね到着するまでは動画にするかどうか悩んでたんですが、実際到着してみてね使ってみたら結構いい車だったんで今回ご紹介しようと思います。とりあえずねスイッチ入れてみますね。するともうこの時点であったかいです。映るかな、今25度なんですけども、おそらくねどんどん上がっていくと思います。今設定温度は何度だ、45度ですか、45度にしときましょう。あの北海道っていうのはですね温まるまでに結構時間かかりますよね。切り灰張るとかなんかいろいろありますけども、だいたいね温まるまで時間かかっちゃうんですが、これはもうねすでに温かいので、いわゆる即暖ですよね。何秒かでですねもう温かいのが感じられます。ぬるま湯ぐらいに使ってる感じのね感覚があるんですよね。温度が上がるまでにねちょっと説明しますと、ここのねプラスボタンの上にちょっとなんかね、雷マークみたいなのあるの分かりますかね。ここのね雷マーク、プラスボタンをね長押しするとこんな感じで、バッテリーのね残量が分かります。今 99% だったかな。充電したてなんでまだまだバッテリーあるんですが、今31度ですね。どんどんね温度上がっていきます。もう今の段階でね北海道としての役割は十分果たしてくれるでしょう。今外でね寒い中で撮影してますが、もう手があったかい。こういうものを使うとするとですね、一番重要なのっていうのは、実用性ですよね。実用性があるのかどうかってところだと思うんですけども、この値段で言えばかなり実用性があると思います。で繰り返し使えますからね。何よりねこのね上のね USB ポートあるでしょ、 USB ポートがこれ2つあるっていうことで、勘のいい方はね気づいたんじゃないかなと思うんですけども、スマホへのね充電もできます。なのでこれモバイルバッテリーにもなるし、北海道にもなるっていうね、1台2役のものなんですけども、あったかい。今37度です。でこうやって見るとですね暖かくなるまでにね時間かかるじゃんと思われそうなんですけども、実際ね体感ですよね。これ握ってるとすぐ分かるんですけども、結構暖かいです。もう本当ねすぐ暖かくなるんで、すぐにね温まりたいという方にはねかなりいいものじゃないかなと思います。でこれ色がですね、これなんていうんだろう、ライムグリーンっていうのかなとかもあるんですけども、真っ黒いやつとかもねありますんで、こういうね派手めの色が嫌だっていう方はですね、そういう黒いものを選ぶのがいいのかなと思います。かなりあったかいので、こういうふうにねポケットに入れてもいいでしょう。ポケットに入れて手を突っ込んでても、あったかいです。であとはこういうズボンですよね、ズボンに入れてても、じんわりとねあったかさを感じるんじゃないかなと思います。で温度としてはですね、何度まで上がるんだろう、55度までですね、最高が55度か。長押ししての温度調整はできないみたいですね。1個ずつ押す必要がありますが、だいたいね45度ぐらいでも十分でしょう。このユニジアが出している充電式回路なんですが、種類がね2つあるようです。両方ともですね35度から55度に温度調整ができるんですけども、1つはね 5200mAh のものです。重さに関してもですね、5200mAh のものは 200g で、1万mAh のものは 260g と、
60g しか差がないんでですね、もう明らかにですね1万ミリアンペアワーのものを買った方がいいんじゃないかなと思います。まあ、確かにね55度に設定するとあったかいはあったかいんですけども、まあ、バッテリーの消耗がね絶対激しいと思うんで、まあ、45度設定ぐらいがね僕はいいかなと思うんですけどね。でそれとですね USB 端子に関してちょっとご説明したいなと思うんですけども、今左側に見えているところですね、通常の USB 端子、これはですね出力となってます。つまりですねこの充電式回路をモバイルバッテリーとして、外に給電する、スマホとかに給電するっていうことですね。それが左側の方で、右側のねタイプ C のもの、これは入力と出力が両方できるということです。つまりねコンセントなどからこの充電式回路に給電する、つまり充電するっていうこともできますし、この充電式回路からスマホなんかに充電するというようなですね両方の使い方ができるようになってます。まあ、基本的に多分使うのは左側の方ですかね。でこの充電式回路なんですが、どこが暖かくなるかというとですね、まあ、基本的に360度暖かくなると思っていただければなと思います。表と裏ね両方とも均一の暖かさがあるので、表だけ暖かいとかね裏だけ暖かいということはありません。まあ、持った感じもですね 260g が重いか軽いかっていうのはね人それぞれなんですが、僕にとってはですねあのポケットに入れてても、まあ、忘れてしまうぐらいの重さです。でこれはですね1万ミリアンペアアワーなので最大で16時間使えるそうです。この16時間という数字はですねおそらく、一番低い温度設定にしてだと思いますので、まあ、45度の設定にしてねどれぐらい持つかっていうのはちょっと未知数なんですが、ちょっとね後でどれぐらい使えるかっていうのを、ね、数字で出してみたいなと思います。で今ですねここに入れてます。ここに入れると、40度過ぎるとですねさすがにあったかさが分かります。ここにあったかいものが入ってるなっていうのがね感じられますね。今日ちょっと曇ってます。曇ったり晴れたりしてるんですけども、あったかさをね感じられるようにということで結構薄着で来ました。あるとねだいぶ助かります。ありがたい感じがしますねこれ。今度はね充電器としての使用をしてみたいなと思います。ここに USB を差し込みます。で、こちらですね、こちらの差し込み口に挿すと充電されるとされるんですが、ちょっとここでね、使ってみて分かった注意点がありました。今これね北海道としての電源切ってます。で、北海道としての電源をね入れるとどうなるかっていうと充電が終わります。つまりですね、北海道として使用するときは北海道としてだけの使用しかできなくて、同時に北海道として使いながら、モバイルバッテリーとして充電するということはできないようです。なのでもう完全にですね役割が分かれているようで、北海道として使うときはもう北海道としてだけの使用、モバイルバッテリーとして使うときはモバイルバッテリーとしてだけの使用ということになってます。まあ、この辺はあれでしょうね、本体が暖かくなっちゃうんで、まあ、熱暴走とかしないようにっていうことなのかな。まあ、ただですね同時に両方使うっていうシチュエーションもあんまりないのかなと思うので、まあ、これはこれでいいんじゃないでしょうか。ということで今回はユニジアの充電式回路1万ミリアンペアアワーのものですね、こちらをご紹介してみました。繰り返し使うことができますし、もしもの時はですねモバイルバッテリーとしても使えますので、かなりね実用性は高いものだと思います。で暖かさに関してもですね申し分ない暖かさをすぐに感じることができますので、これはですねおすすめできるものだと思います。気になる方はですね概要欄の方にリンクを貼っておきますので、ぜひ見てみてください。それでは。